六助さんが今月7日に亡くなりました。83歳でした。 A さんは東京浅草の出身で、学生の頃に NHK のラジオ番組日曜娯楽版にコントを投稿したことをきっかけに、ラジオやテレビの番組を企画構成する放送作家になりました。その後 NHK の人気バラエティ夢で会いましょうの台本を担当して高い人気を得たほか、作詞家として世界的な名曲として知られる上を向いて歩こうや帰ろかな、それにこんにちは赤ちゃんなどを手掛け、作曲家の中村八大さんとのコンビで次々とヒット曲を出しました。親族によりますと、 A さんは今月7日自宅で亡くなったということです。繰り返します。作詞家として上を向いて歩こうなどを手掛け、放送作家やタレントとしても幅広く活躍した A 六助さんが今月7日に亡くなりました。83歳でした。Peace.